皮膚とは、体に着用するものである。人体の保護や装飾、社会的地位の表彰等のために発展してきたもので、人間の文化の主要構成要素の一つである。最も典型的には、布、の葉くを包合して、着用に適した形状に仕立てた繊維製品である。また、物品の元の目的が着用にない場合でも、 これを身につけることで被服と捉えられる場合がある。被服と類人の用語として、衣服、衣、衣、絹、服、衣類、衣料、衣料品、着物等がある。また、服飾、服装、衣装、衣装などの語も存在する。これらの用語は意味範囲が重複するものであるが、繊維等製品の製造や機能面に関する学術研究や教育、行政分野等では、 被服の語が用られ、陸軍被服本省、被服学等、衣服文化を取り扱う分野においては、服飾の用語が用いられる傾向がある。服飾史等。本校では便宜上、製品としての被服について扱う。複数の製品を組み合わせた、特定の装衣については服飾を参照。被服着用の目的は多様であるが、ある時には、 体表付近の温湿度を調節する環境制御、身体や皮膚の保護、防御、身体の一部の秘匿や協調、装飾、また性別、身分、職業等の表示がある。体毛の乏しい人類にとって、皮膚は基本的に体温調節の補助の役割を担っている。また体表を保護し、傷つけないための役割も担っている。下着術を中心として、 汗の吸収と発散を助け、また寒い場所では体が冷えすぎないように防寒着を着用する。また、熱帯や砂漠などでは太陽光を遮蔽するために被覆が用いられる。作業着、防護服などは怪我や汚れを防止する目的に特化した衣服であり、また体を激しく動かす場合には活動性の高い被覆が用いられる。また衣類は基本的に身体。 の一部を隠したり、強調したりするためにも用いられる。文化人類学などでは、何を見せようとしているか、あるいは、何を隠しているのか、なぜ隠すようになったのかに着目して分析することがある。多くの社会において、男女は別の被覆を用い、年齢、身分、職業等に応じた被覆によって、組織の一員であることを示したり、集団内の役割を表現する。また、 特定の場面に応じた被服の選択が求められる場合も多く思想心情、ライフスタイル、文化背景、経済力等を表現する手段ともなる。古代より衣服はステータスシンボルや地位を表すための一手段として用いられることがあり、ある種の衣服について地位の高いもの以外の着用を禁じことは多くの文明に見られた。現代の民主社会においては こうした例はほぼ廃止されているが、高価な衣服をまとうことで、自らのセンスや財力を誇示することはごく一般的に見られる。多くの宗教において、聖職者は独特の衣装を身にまとうが、それとは別に、イスラム圏の女性の服装などのように宗教上の、戒律によってまとう衣服に制限が加えられる場合がある。被服は、ただ一つの目的。 機能のために用いられているということは、むしろ稀で、大抵は、複数の機能を同時に担っている。例えば制服や礼服は、社会的機能も担っているが、同時に、体温調整の機能も考慮されている。あるいはスポーツウェアは一般に、動きやすさ、体温調整、怪我防止、ファッションの役割を同時に果たすように考慮されている。実用的な役割の衣類と、社会的、 シンボリックな役割の衣類に分けられることもあるが、それらが絡み合っている場合もあり、いつもすんなりと分けられるわけでもない。例えば白衣は、元は汚れ防止のため、つまり実用的な目的で衣類の上に重ね着するものであるが、特定の印象付けを行うことで見る人の心理を操作するためにも用いられていることが知られていい。人類がいつから皮膚を着用したかははっきりとしていない。 衣服の起源を7万年前から7万5千年前に、インドネシア、スマトラ島にある、トバカ山が大噴火を起こして、気候の寒冷化を引き起こし、その後の人類の進化に大きな影響を与えた、トバカタストルフリ論に関連づける者も,もいる。すなわち、人に寄生する人ジラミは2つの亜種、すなわち主に毛髪に寄宿する頭ジラミ、パディキアラスヒューマネスキャプタスと、 主に衣服に寄宿するコロモジラミ、パディキアラス・ヒューマネス・カーポーリスに分けられるが、近年の遺伝子の研究から、このニア種が分化したのは、およそ7万年前出ることが分かっている。そこでシラミの研究者らは、トバカ山の噴火とその後の寒冷化した気候を、生き抜くために、人が衣服を着るようになったのではないかと推定している。なお、人は14から20万年前に、アフリカに、 共通の祖先を持つと考えられるようになってきており、アフリカ単一起源説、同説によると、人は7万から5万年前にアフリカからその他の地域へ移し始めたということになっている人類の進化でアフリカ説がこの時期とほぼ重なる。当初の衣服は毛皮などの自然素材をそのまま身につけていたと考えられているが、 やがて繊維の塊から糸を紡ぐ技法が開発され、さらにその糸同士を組み合わせることで布を織ることが可能となり、これが衣服素材の主流となっていった。戦士時代の遺跡、ホラー穴の絵画等には、体の表面を布、毛皮、植物の葉薬器を編んだり束ねたりしたもの、身の腰身のなど身につけた様子が描かれたものがある。古代文明の成立時には、 すでに高度な被覆行動を営んでいたと考えられる。当時に関しては遺跡に残された壁画などからその様子をうかがい知ることが出る。日本においては、縄文時代後期、約3200年前の編み込み模様のある布が出土しており、縄文期の服装を知る手がかりとなる物証として注目されている。被覆の誕生以降、長きにわたって自給自足の時代が続き、 その入手、制作の困難さにもかかわらずすべての人にとっての必需品であったがために非常に価値のあるものであった。皮服の原料である布が、その有用性と希少性のために古代においてはしばしば貨幣としての役割を持ち、中国や日本においては、素養調のうちの調として、素税のうちに組み入れられていたことは、その現れである。皮服の材料としては、羊毛、麻、絹、 綿といった自然繊維や毛皮が主なものであった。この内絹は歴史時代を通じて常に価値が高く高級な素材として扱われた。綿は低緯度地帯での栽培が中心でありヨーロッパや日本での本格利用は遅れたもののその安さや着心地の良さから16世紀以降本格的な利用が始まり最も一般的な被覆素材の一つとなった。被覆は こうした価値の高さから生産工程や素材に関しての改良が絶えず加えられていたが織物に関しては1760年代のイギリスにおける産業革命で食器、防石器の改良が進み水力や蒸気機関の応用によって格段に生産能力が向上した。さらに型紙とミシンの普及によって一定のサイズでの衣服の大量生産が可能になり、 生服が誕生した。また、それまで天然素材しか存在しなかった染料や繊維に関しても、合成染料、19世紀の赤頃や化学繊維、19世紀末などが発明され、素材の種類が大幅に広がった。西洋世界の文化的軍事的優位を基盤として、欧米以外の世界各地に洋服が普及し始めたのも、この時期のことである。 第二次世界大戦後、寄制服の本格的な普及が始まり被、被服は消費財へと大きくその価値を変えることになる。消費者は、小売店で、寄製品を選択、購入し、着用及び、手入れを繰り返した後、これを廃棄するようになった。また、当時、織物が主体であった外衣であるが、1970年頃になると、T シャツやポロシャツなどの素材となる、 イージーケアな編み物、カジュアル、スポーティーなどのイメージとともに生活に浸透してくる。現在の皮服はファッションの影響を強く受ける消費財として定着している。その典型としてはファッションブランドに対する意識を上げることができる。また、1980年代以降には製品としての皮服の生産拠点が中国などに移行し産業形態の一つとして 製造工売業 SPA が成功を収め、注目された。21世紀に入り、被服の製造、流通、着用、廃棄の各過程において、さらに多様化が進んでいる。例えば入手の方法では、通信販売、ネットショッピングなど電子商取引を含む、競売、ネットオークションなど、商品も、いわゆるブランド品やアウトレット商品、 中古などと選択肢の拡張がなされている。保管に際しては、ファッションの変化速度が増し、物理的には、着用可能な皮膚が帯増、死臓の状態に陥ることもしばしば認められる。廃棄の時点では、環境問題に配慮して様々なリサイクルも、試みられている。また、情報産業の側面にも注目が集まり、本格的なウェアラブルコンピュータの研究開発。 なども行われている。服の種類としては、ほぼどの文化圏においても洋服が最も一般的なものとなったが、民族衣装も未だ完全に衰退してはおらず、祝祭などの晴れの日などにおいては着用例が見られる。被服には様々な分類方法があり、例えば文化を基準として、民族服、洋服、和服等に分けることができる。あるいは、 着用部位や素材によって分けることもできる。衣類は重ねて着ることが多いものであるが、日本語では上側、外側に着る着物を上着と言い、下側、内側に着る着物を下着と言う。英語ではアウターウェア、インナーウェアなどと言う。また、上着の下の上半身に着るものをトップス、下半身に着るものをボトムスという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。